京下水道事業工事説明会排水設備工事編。本動画では排水設備工事について、下水道使用量について、補助制度についての3つについて説明します。排水設備工事について。下水道の排水設備工事について説明します。排水設備工事というのは、台所や風呂、洗面所などからの排水をまとめ、公共マスを設置して下水道本管に接続するための工事です。この時、雨水については下水道に入れずに別系統で流してください。雨水が流入すると、本来処理しなくてもいい雨水が汚水管に流入し、雨天時に処理場がパンクしてしまうからです。では、その接続工事をいつまでにしたらよいかということですが、供用開始後、水洗トイレを使用中のご家庭は、遅滞なく接続してくださいということが法律で義務付けられています。この遅滞なくという期限は、豊田市では1年以内にお願いしています。また、汲み取りトイレを使用中のご家庭は、3年以内に下水道へ接続することが法律で義務付けられています。浄化槽のお宅と接続期限が違うのは、汲み取りのお宅は宅内の改造工事も多いためとなっております。排水設備工事について具体的に説明します。下水道本管工事と合わせて、事前に決めていただいた希望位置に取り付け管の設置工事を行います。市の工事はここまでとなります。供用開始後に宅地内の工事を実施していただくわけですが、公共マスについては宅地内の工事の時に一緒に設置してもらいます。公共マスについては市で管理します。皆さんには公共マスから宅地側の管理を行っていただきます。この接続工事は豊田市の指定工事店で行ってもらいますが、工事店を選ぶ時にはできるだけ2社以上から見積もりを取って比較検討していただくことをお勧めしています。工事費用については宅地内の状況によって大きく差があります。建物から取り付け管までの距離、庭木の有無、庭が土やコンクリートなど様々な要件により工事費に差が出ますので、指定工事店とご相談の上決定してください。取り付け管1本で対応できる場合がほとんどですが、浄化槽等から公共マスまでの工事延長が増えれば、当然工事費もかかります。しかし、取り付け管の本数を増やすと、その分自己負担での取り付け管設置や受益者負担金の金額が増える場合がありますが、宅内工事費が安くなる場合もあります。費用負担の面からどちらが効率が良いか、見積もりを取る場合に検討していただけるとよろしいかと思います。下水道使用量について。排水設備工事が完了すると、下水道を使用していただくこととなります。下水道を使用すると、下水道使用料を負担していただきます。下水道使用料についてご説明させていただきます。現在、浄化槽を使っている家庭では、浄化槽の点検や清掃費等の維持管理費が必要ですが、下水道に接続されますと、その維持管理費がいらなくなる代わりに、下水道の使用料が必要になります。下水道への接続工事が終わると、下水道使用開始届を提出していただきますので、その時から使用料がかかります。使用料算定のもとになるものは、水道の使用水量です。水道で使った水が汚水として排出された量とみなして、下水道使用量を算出します。この使用量は、下水道管の清掃や補修、処理場の維持管理費等に充てられます。この使用量の支払い方法ですが、水道料金と同時に、同じ方法で納めていただくことになります。2ヶ月に1度の納付となり、
別々に納めることはできません。使用料がいくらになるかということですが、水道使用料の約8割になります。上下水道の使用料金を合わせると下水道接続前の 1.8 倍くらいになります。ただし各家庭において差がありますので、あくまでも目安にしていただければと思います。最後に下水道の使い方としてやめていただきたいことは、台所で油を流さないとか、トイレではトイレットペーパー以外のものを流さないといったことです。日頃から正しい使い方を心がけていただきますようお願いします。補助制度について、工事費の融資斡旋について説明します。下水道に接続するときの宅内工事費用を融資する制度があります。これは市が融資するわけではなく、お客様と金融機関とのご契約となります。そこで発生する利子については市が負担し、お客様は元金のみを返済していただく制度になります。この制度の内容ですが、上限が40万円、40回以内の元金均等月付償還、つまり元金を毎月定額で返すといった内容になっています。手続きによる注意事項は、本制度は申請者本人が申し込みを行うだけではなく、審査が通りますと金融機関と融資の契約を行っていただく必要があります。なお金融機関によっては融資斡旋を取り扱っていない金融機関もあります。ご希望される方は工事を行う際に市の料金課または指定工事店にお問い合わせの上、内容をご確認ください。下水道に接続することによって今まで使っていた浄化槽が不要となります。使わなくなった浄化槽は基本的には撤去してもらうことになります。また撤去せずに雨水貯留施設として転用するという方法もあります。雨水貯留施設へ転用する際の工事の一部を補助する制度があります。雨水貯留施設は水道料金の節約や資源の有効利用を図ることができますし、洪水対策の一環にもなりますので、下水道へ接続の際はご検討ください。補助額は工事費の2分の1以内で、上限6万円となっておりますが、工事をする前に申請をしていただく必要があります。希望される方は必ず工事をする前に指定工事店または下水道建設課へご相談ください。わからないこと等がありましたら、下水道建設課、料金課までご相談ください。下水道は本館の工事を行っただけでは効果はありません。皆様に接続してもらって初めて生活環境の向上や水環境の改善といった効果が現れます。そのため皆様のご協力なくしては環境改善の効果が上がらない事業です。ぜひとも早期の接続をよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。